すみません。はい。ああ、尾崎さん。こんにちは。今日もお見舞い？遠くからなのに毎週大変ね。あ、いえ、私が好きでやってるだけですから。できますか？ええ、多分ね。さっき検温した時は昼寝から起きたばかりって言ってたから。そうですか。よかった。たくさんのお花ね。高かったでしょう。あ、いえ、園芸部の花壇で育てていたのがやっと咲いたから、浩平くんに直接見せてあげたくて。構いませんか？ええ、もちろんよ。ありがとうございます。ああ、でも花瓶がいるわね。ちょっと待ってて。持ってくるから一緒に行きましょう。あ、すみません。お願いします。警報が鳴ってたみたいだって1階で患者のおばあさんから聞いたんですけど、何かありましたか？ああ、火災報知器がちょっと故障したみたいなの。すぐ調べたけど何も異常はなかったみたいだから心配ないわよ。そうだったんですか。聞いてちょっとびっくりしました。私もよ。驚かせてごめんなさいね。すみません、忙しい時に。ううん、気にしないで。それにしても、園芸部って珍しい部活動よね。やっぱり花壇でお花とかを育てたりするの？教室を開いているから、私も花が好きで。素敵なお仕事ね。尾崎さんも将来はお母さんと同じ道を行くのかしら？あ、いえ、母は大学に行ってからゆっくり考えた方がいいって。あんまり儲からないみたいです、趣味の教室って。
尾崎さんも塾とかに通ってるの？はい。実は明日の日曜日昇級テストなんです。今度上がれば学校の授業よりも進んだ内容を教えてくれるようになるから、入試には有利だって。入試ってまだ先の話でしょ？今からいい点を取っておけば、どこに行くのでも自由に志望校が選べますから。高校はちょっと無理だけど、やっぱり大学は浩平くんと一緒のところに行きたいし。そうなの。頑張ってね。はい。でもそれなら、差し出がましくてごめんね。だったら余計に毎週新幹線を使ってまでここに通うのは大変なんじゃないの？交通費だって。大丈夫です。交通費は親が全部出してくれてますから。急な引っ越しだったし、それくらいの甘えは許してくれるって。へえ、いいご両親ね。私に気を使ってるんですよ。むしろ怖がってるのかな。私もあの子みたいになっちゃうかも。私が不満を抱えて爆発しないように。だから帰りが遅くなっても口うるさく言われなくなりました。あなたを信じてるからって怯えた目で言って。そんな腫れ物扱いに優しくされるとかえってショックなんですけど。そう。家族に何か言われたのだろうか。平沼さん。どうしたの？あれから浩平くんどうですか？ええ、順調よ。視力も回復してきているみたいだし、退院はもうすぐかしらね。いえ、そっちじゃなくて。例のことか。ねえ、尾崎さん。この前、沢村くんが寝言で変なことを言ってたって話、本当なの？はい。先週、浩平くんが高熱を出して寝込んでいた時です。うなされたように、お社様が来る、助けてくれって。私、はっきり聞きました。それについて彼は、なんて？そんなこと知らないって。主治医さんに相談しても同じ答えでした。でも本当に彼、私の手を握ってそう言ったんです。なのに、誰も信じてくれない。奇妙な話よね。本人が知らない言葉が寝言で出てくるなんて。担当の先生も心療内科の先生も彼の問診ではそんな言葉は出てこなかったって言ってたし、どういうことなのかしら。私が聞きたいです。一体どうしてなんですか？浩平くんがお社様って知りもしない言葉を夢の中で言うなんて。ああ、ごめんなさい。別にあなたを疑ってのことじゃないの。本当よ。ただ、本人
人も知らない言葉が出てくるなんておかしいと思う。どこかで聞いたか、誰かから聞かされたか。オカルトじゃあるまいし、そうでなきゃありえないこと。だから、それを知りたいだけなの。何か心当たり、ある？だったら、きっとあの子です。あの子が浩平君に吹き込んだんです。あの子って転校していったあなたのお友達？名前は確か。友達じゃないです！浩平君たちにひどいことしてあんな。リュウグウ・レーナさんだっけ？みんな仲良しグループだったのよね。結局、あの子は全然謝罪も何も言わずに、どこかへ転校していきました。先生たちに行き先を聞いても、誰も教えてくれないんです。浩平君はもう少しで取り返しのつかないほどの大怪我をしたのに。尾崎さん。許せないです。今度会ったら私落ち着いて。そんな顔をしていたら沢村くんが心配するわよ。え？あ、ねえ尾崎さん。はい。気持ちはわかるけど、怒ったり憎んだりしていても相手はもういないの。だったらあなたは今いる大切な人のためにあなたのできることをすべきじゃないかしら。その方がきっと沢村くんも喜ぶわ。だからもうこの話はやめましょう。ひょっとしたら何かの本かテレビで見ただけの言葉かもしれないし、勘繰りすぎると辛くなるわよ。沢村さん、彼女が面会に来てますよ。え？かの？あら、違うの？え、いや、その…あれ？また寝ちゃったのかな。入りますね。
おかしいわね。どうして、平沼さん？あ、ちょっと待ってね。私、出直した方が。大丈夫よ。私が説明するから。沢村さん、入りますよ。失礼します。え？浩平くん？どこに行ったのかしら。部屋を出たのなら鍵がかかっているはずがないのに。あれ？窓が開けっぱなし。あ、私閉めてきます。もしもし、ナースセンター。842号室の患者が窓から転落しました。すぐ警察に連絡を。ああ、それから担当医の戸田先生を至急に。取材ですか？そうだ。警察庁の広報室からの正式な要請でな、とある民放キー局の番組企画にぜひとも君の協力が必要とのことだ。まあ、お方は想像できると思うがね。大体は。女性の権利拡大って柄じゃないんだけど。実際
男女間に差異があって不思議じゃないわけだし。で、出演の件だが。お断りします。広報室からの依頼は初めてですが、理由は同じです。テレビ出演しても私には語るべきものが何もありませんので。まあそんなに堅苦しく考えるほどのことではないと思うがね。それに私は捜査に関わる立場にありますので、顔が知られるとそれだけ活動がやりにくくなります。ですからせっかくのお話ですが辞退させていただきます。もう相変わらず硬いな。一回テレビに出たくらいですぐに覚えられたりしないっての。慎重を期すのは刑事として当然のことよ。って、まどか、なんであんたがここに？所長に何か用なの？関係ないんだったら公務中だし、席を外してもらいたいんだけど。いや、だって呼ばれたから。ねえ、藤田さん。あ、そう。自分もなんで呼ばれたのかわからないんですが。出張、お土産よろしくね、お兄ちゃん。だから行かないんだってば。とにかく断ってください。ただでさえ今は結構案件が多くて、それどころではありませんので。それは困った。は？どうしてです？あ、いや、もう、OK してしまったからな。はい？ほら、これ出張許可証。あいにくグリーン車ではないが、旅費は広報室持ちとのことだから、新幹線の指定席で。いや、ちょっと待ってください。なんで受けるんです？なんで私に無断で？おそらく君、聞けば断ると思ったからな。そういう問題じゃないでしょ。私の意思は、権利は、っていうか何の権限であなたが OK なんて出してんですか。いや、実はここだけの話、私は所長で君の上司だから。秘密っぽく言わなくても知ってるわ。大体上司のあなたにあるのは承認権で決定権じゃないでしょ。そうなのか。確認するな。冗談じゃない、絶対嫌です。こんな依頼は。そもそもテレビ番組に現役の刑事が出演なんて一体何を考えているんですか。今後は秘匿捜査もできなくなりますよ。
長。おお、ちゃんと聞いてるぞ。いやいや、最近年のせいか耳が遠くなったみたいでな。今くらいの大声ならちょうどいいくらいだ。で、何の話だ？真面目に聞け！お姉ちゃん、冷静に、冷静に、ね。もう、カオルさん、じゃなかった、所長も、あんまり見ない警部をからかわないでください。いや、すまんな、見ないくん。ちょっとした場を温めるジョークだったんだが。むしろ怒りだよ、次は。みなさん、ブレイクブレイク、エキサイトしないでください。とにかく私はお断りします。何でしたら私が直接テレビ局にご連絡しても構いませんので。まあ聞きたまえ、みない君。そもそも警察官は国民の税金で生活している公僕の官だ。まあそうなると当然その勤務内容がそれに見合った基準に達しているか常に国民に開示しておく必要がある。また大規模捜査においてマスコミの協力はなくてはならないもの。そのためには日頃から懇意にしておかなければいかんと思うのだが、違うか？それは。でもそれは広報課の仕事でしょ。現役の刑事の顔を公衆の面前にさらしていいことがあるとも思えません。なーに、一度の出演で顔を覚えられたりはしない。大衆に記憶力がそれほどあるのなら指名手配犯などあーっという間に捕まっているはずだからな。ビデオに撮られたらどうするんですか。それに番組の再放送だってあるでしょ。そもそもテレビ局に個人情報とかノウハウを晒すことにはリスクも問題もあって。所長。まさか。いや、君の出演 OK したらほんのお礼だってテレビ局の人がな。いいだろこれ。ぶっ殺す！あんた私をドライバー一本で撃ったのか。皆さん、お姉ちゃん、ストップ！なんだ、君も欲しかったのかね、このドライバー。ええ、いただけますか、今すぐに。それであんたのドタマ買っちまって裏庭の池にホールインしてやら。未来さん、行きません。人情沙汰は。それに署内でこれ以上騒動を起こしたら本気で懲戒者ですよ。私が懲戒ならこいつは何だ。贈収賄の現行犯でしょうが。藤田君、私が責任取るからこんな極悪人とっとと逮捕しろ。そしたら私が今すぐ地検に起訴して刑務所にぶち込んでやる。待ってよお姉ちゃんってば。Thank you.
あなたにも刑事魂はあるでしょ。少しでも正義感があるなら目の前の汚職を見逃してもいいの？まあ俺もちょっとひどいとは思いますが。藤田巡査部長、君は美奈井君の味方か。はあ？味方も何も、一般的な常識論から考えて自分は。ならば君から美奈井君を説得したまえ。一般的な常識論で。へ？いや、常識って話で言えば、あ、やっぱそういう利益供与の測り方は良くないかと思いますが。ならば質問を変えよう。私に逆らえば私が人事に働きかけて間違いなく来期の昇給は遅れる。賞与も査定も見直さんといかんな。で、そうなった時に君の奥さんがその理由を君に問いただした後、果たして君を許してくれるかな。藤田君、それを踏まえて再度質問しよう。美奈井警部を説得するか、奥さんにまた土下座をするか、二つに一つ選ぶのは君だ。皆さん、お願いします。取材出てください。はあ、藤田、あんた上司を売る気か。すみません、もう俺、家内の実家の前で土下座するのは嫌なんです。あれは心が折れるんです、本気で。自分がものすごく惨めで情けない奴に覚えて、人格を否定された気分になるんです。この恥知らず野郎が。もうまま落ち着きたまえ、美奈井君。君は勘違いをしているぞ。何をですか。これは賄賂ではなく、ただのプレゼントだ。別に私が要求したわけでも、これに対して利便を図ったわけでもない。まあ、雑誌を見ながらゴルフの話になった時に、これはいいなとは言ったわね。それを世間一般では恐喝と言うんだ、この妖怪クレクレジジ。しかも利便思いっきり図ってるでしょうが、私に無断で。いやいや、それは個人的な見解の相違というものだ。とりあえず要件は伝えたぞ。来週の予定ちゃんと開けておくように。では。ふざけんな。あ、ゴラ、待て。ゴラ、
逃げるなクソ所長。未来さん落ち着いて。皆さん、たまー、俺に関節技はやめてください。にゃにゃー、うわ、折れます。今度は心じゃなくて腕が折れちまいます。もう、もしもし、天神か高屋敷さんか、花田さんがいたら、あ、半藤さんもいますね。大至急全員待ちの廊下じゃなかった、所長室に。見ない次長が苦しいんです。こんちくしょー。俺、ミナエさんの静止役とライオンの飼育係、どっちか選べって言われたら、迷うことなく飼育係っす。